おはようございます。まさ46494です。今回はですね、メール通算1000日の記念の動画です。ログインボーナス10個いただきましたと、1000日タマドラだっけ、なんでだよ、いっぱいなっちゃった、いっぱいだった。ごめん、しばしの別れ。メモリアルタマドラありがとうございます。で、見てみよう。おぉ、いいね。メモリアルタマドラ千日記念タマ、はい、ということで、チーム紹介と僕紹介をしていきたいと思います。でですね、あ、ちなみにプラスはこんな感じです、今。9体は29なのにしてあって、あと今、青ソニアのプラス集めてます。ちなみにこのプラス4のやつはまだ何も手つけてないです。で、何があるかな。まあ普通にウルドは究極進化にさせました。まあすんげえホノピーめっちゃいるよね、使ってないから。あとなんだろう、まあウルドが3体目だよね。ウルト3体目がいます、まず。使わないだろう、ウルト。でもまあ、3体は所持したいかなと思ってるんで、売ってはいないけれど、あとこれ、いらねえだろう。12どうしようかなと思ってても、モンポか、モンポ5000か、プラス12か。どっちなんだろう、今、プラスって結構落ちるからね。まあまあ。はい、次、水が。なんかあるかな、変化したやつ。ミズピーめっちゃいんね。7体もいるわ。フックスを圧迫させておられる方。ちなみに、モーリーさんスキル版になりました。14ターン。あ、でもあれだよね。覚醒系になると、結局、スキルが変わっちゃうから。ね。はい、次いきまーす。今そんな変化ないかな。まあ、ただゴンに潜在覚醒つけました。あとは、スキル遅延耐性のやつ、もし取ったらつけようかなと思うので、5個はつけてない感じかな。まあ、そこは、応変に、臨機応変に使っていこうかなと思ってみます。サスケさん。あ、サスケさん出ました。ちなみに中間馬だけ今。全然出てなかったんだよ、忍者シリーズ。忍者シリーズ持ってるのって、光持ってたわ。光と、サスケと、チオメ。なんで、うずみ？うず？水のやつと、水のやつと、ハンズは持ってるか、あ、そっか。水だけ持ってないんだ。そうそう。ハンズは持ってる。水にないんだよね。欲しいけどな。結構出ない。で、光。まあ、特に変わってないかな。すんごい持ってるよね、この潜在系。ヒカピーめっちゃいるな。あんま使うやついないのかな、ヒカピー。コタロウか。忍者はコタロウだ。こいつは取ってます、何気に。4体とも取ってる。
闇。やるわ。水波2体目、あと1ターンです。1ターン、あ、2ターンか。デスキルマです。あと、覚醒バンドラ。見させました。使いやすいね。強いと思います。いいと思います。2体目。2体、スキルマいます。覚醒パンドラ。今一応4体いるんだけど、あのパンドラ。4体もいらねえだろうって思ってきて、3体目も微妙だなと思って、2体しか救ってないんだけど、まあ、どうなることやら、っていう感じです。で、竹内さん。ここまで育てたんだけどさ、前回の、昨日か、2日前かな、ゴッドフェス引いて、竹内さん2体目出たからね、2体いるのかどうかわかんないんだよね。いるのかな ?1 体で十分な気がするんだよね。パンドラさん。あと、進化前のパンドラさんいるはず、いた。めっちゃパンドラに愛されてるからね。パンドラしか出ねえし、よし。あ、でも、ペルセウスが出たけどね。あと、ペルセウス出ました。いた。華麗にスルーしちゃったけど。使うかどうかは、わからないけど。あ、でも、スキル封印耐性2つ持ってるから、使いやすいっちゃ使いやすいよね。ゴンパーティーとかで、使いやすいと思うんだよね。ハート生成するし、ゴン自体がスキル封印耐性持ってないから、2個持ちだと、あと、なんだっけ、フレイヤか。覚醒フレイヤも2個持ちだから、それで4つとあと1体入れると5個になるから。使いやすくはなると思う。コンパーティーで。という感じかな。はい、そういう感じです。ボックスは、出た。チーム。まあ、変わってないと思うけどな。覚醒ダーは変わってない。アヌビスも使ってないし、変わってないし。はい。ウルド。もう変わってないね。進化させただけで。基本的にこのパーティーで行ってます。これは適当です。ランキングダンジョンって書いてあるけど、ランキングダンジョンじゃないから。ゲリラ系の回すようです。ゴンさんパーティーは結構、これで結構固定してます、最近は。これで4つなんだよね。スキル封印耐性。確か。2、3、4、80%。たまに食らってしまうっていうね。まあ、結構これで安定してるんだけどね。っていう感じです、コンさん。サラスバティは変わってないかな。回転率。上げてるやつです。この、スクルド。まだあと1ターンなんだな、今思った。あ、どうした。覚醒バンドラ。あ、これあれだったんだよ。ランキングダンジョン用に変えてるんで。ちょっと、もう一回、直そう。で、覚醒バンドラ。覚醒バンドラ。どうなって。明智があれだから。バルか。バル、かけち。このパーティーで基本的にやってます。覚醒パンドラは。で、ここスキルマにしたいな、早く。ただ、スキルマにさ、結局、覚醒なんちゃらで来ると、また、戻っちゃうからね、っていう、やつが。これ、ちなみに、属性強化が、3、6、8、10、12、15になるんだよね。だから1列でも全然すげえ軽く出るみたいな。あと、HP が3万6000とか8000とかそれぐらいだから、すごい HP もいいし、回復力も2600ぐらい。私、回復生成してくれるしで、まあ安定します。しかも、倍率的に、ロキがいるんで、
2倍2ターンなんで、相当、しかもスキル封印耐性 100% なんで、すごい使いやすいと思います。ただ、フレンドに覚醒パンドラ使ってる人が結構少ないんで、そのフレンド枯渇的なやつはあります。はい。オーソニアパーティーは使いやすいね。結構スキルマ、全員じゃないな。スミネさんが、あと何ターンか。4ターンか。スキルマじゃないんで、あれだけど。まあ、他がスキルマなんで、あと、まあ使いやすいね。体力もあるし、回復力もあるし、列による攻撃もできるし、ということで、まあ使いやすいパーティーです。ベルダンディ、最近使ってないな。でもなんか、先生が多いダンジョンでゴンが使えないときは、木で行くときはこれ使ってます。まあ、安定はするかな、っていう感じです。最近覚醒作や使ってない。全然使ってない覚醒作や。悲しいことに。アマテラスって書いてあるけど、あれだね。ラクシュミだね。ラクシュミパーティー。もう使ってないな。ラクシュミのフレンドいないし、別にラクシュミじゃなくてもいいんじゃねっていう感じで全然使ってないです、これは。という感じですかね。まあ最近本当に使ってるのはゴンさん。ゴンさん、ウルド、サラス、覚醒パンドラ、アオソニアかな？最近ずっと使ってるのが。まあ、久しぶりに列のパズルと、まあ、四つ消しはいつものことだけど、が結構主に使ってます。アヌビス全然使ってないな、最近っていうか。使おうって言ったっけ？使ってないってやつね。はい、ということで、通算1000日ログイン、記念の動画でした。まあ、今後というか何かやっていこうというあれはないんだけど、まあ、無課金を続けてるんで、ずっとこれからも無課金で続けていこうとは思っています。516ランク。っていうか、無課金ランクとかそういうのが、どっかに埋もれてたんだけど、どれぐらいが、どれぐらいなのかわかんないんだけど、最高今700ぐらいなのかな。まあ、そこに、食らいついていくというか、追いつければいいかなと思っています。ということで、パズドラの1000日記念の動画でした。よろしかったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。じゃあね。